フリーランス広報文筆家でいらっしゃいます。松沙耶香さんのプレゼンです。ありがとうございます。えー、皆さんこんにちは。松沙耶香と申します。えっ、ー、と若年性乳がんでしたけれど、もっていうタイトルでお話しさせていただくんですけれども。 あれ、ちょっと割とエイジングしてるんじゃないのっていうような会場の方のちょっと目線を感じつつ、そうなんです。実は先週41歳になりまして、今からお話しさせていただくことは、12年前、私が29歳にえの時にですね、若年性乳がんえステージ2が見つかった時のえお話をさせていただければというふうに思っております。当時、こんな感じでした、え。ー 治療しながら働くっていうことにチャレンジした、えー、まあ、10年間だったんですけれども、が、え、癌、ー、と一緒に生きるということをどのように、えー、この10年で感じてきたのか、非常に個人的なお話になると思うんですが、お付き合いいただければ幸いです。えー、私がですね、若年仙乳癌の告知を受けたのは、えー、29歳で、えー、その時に念願だった、えー、雑誌編集者の、えー、正規採用が決まった直後のことでした。 告知を受けるちょうど1年前に28歳の時にですね3年越しの治療の肝臓がんの治療の末に父を亡くして見送った直後のことだったので私にとってもですね癌っていうのはイコール、まあ、残念ながら死というものと非常に密接なイメージを持たざるを得ないような状況でした。 29歳で、私自身は医療保険にも癌保険にも入っていないという状況だったので、自分自身で治療費を稼がなくてはいけませんでした。もう働くっていう選択の一択しかなかったんですねで。なのでちょっとそこの部分のお話をさせていただければと思います。12年前、私はですね、告知直後にですね、すぐに当時の編集長に報告をしました。乳がんの告知を受けましたというふうに報告したところ、 えこの編集所、仮に A さんとします。えー、かった。えー、それで、さやかどうしたいのっていうふうに言われるんですね。で、うん。確かに私、どうしたいんだろう。 えー、休職することも働き続けることも自分自身の選択でということだったんですけれども、当時会社の中には、えー、働きながら治療をしている方っていうのがほとんどいなかった。まあもう皆無だったんですね。割と大きい企業だったんですけれども。なので、えー、職場の同僚たちも治療をしながら働くっていうことが具体的にどういうことなのかっていうイメージが全く持てない状況だったんです。私自身もロールモデルがいない中でどのように働きながら治療をしたらいいのかっていうことが、えー、 まあ大きい、うん、小さいところまでもイメージが持てませんでした。えー、とにかく私は癌を治したい、えー。そのためには治療がしたい。治療するにはお金が必要で、お金を稼ぐには仕事を続けたい。で、そして叶うなら仕事を通してやはり社会人として成長したい。なので、えー、もう本当に一から考えることしかできないので、お医者さんの方から、 どのような治療計画でこの後進めていけばいいのかということをもう事細かに聞いて会社にそれを伝えてその上でこういうことができるんじゃないかというイメージの共有を一生懸命頑張りましたでその時に編集長にですね伝えたところわかりました治療をしながら働くということがどういうことなのか今は私たちもわからないけれどとにかく一緒に頑張ろうというふうに言っていただけました がんの治療をしながら働くっていう動揺や部下を持つことっていうことがみんなにとってチャレンジだったっていうことが住人の前の現状だったんですね。そこで私は文字通りチャレンジをしていくんですけれども、まあ口で言うほど簡単なことではもちろんありません。働きながら治療をする上で私はですね、4つのマイルールを作ったんですね。これ本当にちょっと本当、 超絶個人的な話なので <laughs>、えー、あくまで会社勤めをしているという前提でお話しさせていただくんですけれども、当時私はこの4つを、遵、えー、守しながら仕事に励みました。1つは会議定例会議は欠席しない。これはですね、やっぱりあの人が集まっているところにできるだけ顔を出すことで、メンバーとして承認してもらうっていう、ちょっと拘束ですね <laughs>。でも、これすごい大切なことだったと思います。2つ目は、早退はするけど遅刻はしない。なんかこう日本の企業で、 全体会とと、かがあると、まあ、全体化に限らずなんですけれどもなん,となんとなくですけど終了ぞろいより開始ぞろいっていうようなイメージがすごい強かったので、まあ、遅刻は絶対しまいと相対はするけれどっていうところもここも頑張りました。 で、これ、企画書出すときは2割増しって、これも完全にモチベーションの問題なんですけれども、例えば企画10本出してって言われたら私は12本出すようにしてたんですね。あの、仕事やる気ありますっていうところを見せるには、やっぱりこういうふうに本数で出していくしかないなっていうところで、気持ちで一生懸命やる気ありますって口で言ってもなかなかだったので、具体的に案を出すっていうことに励みました。そして最後は、自分で見切りをつけること。 これはですねあのあ、ちょっと今、今日のこの体調だったら定時までいるの難しそうだなっていうふうに思ったらですね、周りの人にえ大丈夫とか無理しないでねっていうふうに声かけられる前にやっぱり自分の方から、ちょっとこれ以上、強調厳しそうなので今日定時前に上がらせてもらってもいいですかっていうふうに声をかけるようにしました。やっぱり大丈夫とか無理しないでねっていう、それってとても優しい気遣いなんですけれども、あのイコール 病気の人と働くのってやっぱり気使うなとか難しいなっていう風なイメージがついてしまうことの方が後々働きにくくなってしまうんじゃないかなっていう風に考えたんですね当時こんな形で自分にとってマイルール4つ作って頑張っていましたでさてですね半年の抗がん剤を経て手術放射線という風に私は治療が進むんですけれども治療が終わった 放射線治療の1ヶ月ぐらい休職させていただいて、えー、復職する時にその頑張ろうって言ってくれてた A さんがちょうど3級に入られたんですねで続いて新しい B さんっていう、えー、上司の方と一緒にお仕事をさせていただくことになりましたでそうしますとこの B さんまた女性の方だったんですけれども B さんとの面談の時にこういうふうに言われるんです。えー、私友達で脳腫瘍患ったた子がいたけどその彼女って 自分の経験を生かしてね、会社辞めてボランティアのカウンセラーになったんだよ。さやかにもそういう道もあることだしね、っていうふうにおっしゃるんですね。で、いや、私全然そんなことやりたくないんですねで。なんでそんな話になってくるんだろうっていうふうに非常に思いました。私はこの会社で編集者として成長していきたいっていうふうに思ってるんですけれども、B さんは聞いたことある大病した人の社会生活のイメージを前提にした話してくるんですね。で、この A さんと B さん、 二人の上司との働きを通じて A さんは目の前の私自身と話をしてくれているし B さんもわからないながらだったんだと思いますけれども私自身というよりかはがん患者の部下として向き合っているように感じました対象が違うんですねなんでそう話になるのかなというふうに思うんですけれども私自身もまた自分の中で作っているがん患者のイメージ思い込み こういったものから逃げられまいりました。告知当時、やっぱり情報が欲しくていろんな本屋さんに駆け込んだり、インターネットで検索するんですけれども、働きながら治療している人の情報が全然得られなかったんですね。で、これ私の写真なんですけれども、手術直後の写真です。がん患者とかでこう検索すると、大体こういう写真が出てくるんですね。で、やっぱりこういう写真見てしまうと、想起するものって、 大変だなとか壮絶だなとかそういったイメージがついて回ってしまうと思うんですけれども私自身もそういうイメージにすごくこうが多くあったと思いますん患者の人たちが生活の中でどういうふうにリアルに工夫をしてどういうふうに働いているかっていうことが情報が全く得られなかったのでこういった写真から勝手に想起してしまうんですね。テレビの報道だったりとか やっぱり映画のイメージだったりとか、そういったものを簡単に、まあ、つなぎ合わせてしまう。えー、それって、まあ、今となってしまえばなんですけれども、えー、すごく危ないことのように思います。なぜなら私、これ、手術の直後、ただ6時間後、こんな感じなんですね。<laughs> これ、カテーテル多分抜いて、すごいテンション上がってるんですけれども、全然元気だし、ご飯もしっかり食べれるし、 なんだかやっぱり思っていたことと経験を通してみれば違うなっていうことが非常に多かったというように思いますん。私自身がですね、やっぱり告知をされた時って、もう友達と遊びに行ったりとか、働き続けることも叶なわないんじゃないかとか、ましてや旅行なんてもう難しいんじゃないかとか、結婚とかも諦めなくちゃいけないのかな。 子供を持つとかももう不可能なんじゃないかなっていうふうに感じたことは、うん、仕方がなかったことだとは思うんですけれども、自分で作り出してしまったこういったイメージにやっぱりがんじがらめになってしまっていたっていうことも事実あるというふうに思いました。ところがですね、私、旅行に行くどころか、その後ですね、治療を終えた後に国際線の客室乗務員になるんですね。<laughs> こういったことの未来は自分でも全く想像できませんでしたし、子供、 それこそいません。けれども38歳で結婚することになりました。やっぱり思っていなかったことって、自分の働き次第だったりとか、自分の頑張り次第でこういう風に開いていくんだなっていうことを、自分の身をもって非常に感じることが多かったです。今振り返ってしまうと。癌との戦いに加えて、癌のイメージとの戦いだったんじゃないかなっていう風うに思うことが多くあります。 世間に溢れてるがん患者のイメージだったりとかまあ自分で作り出してしまっているがん患者のイメージでもがん患者になったからってその人自身が変わるわけじゃないんですよね、えー、私自身ももちろんそうだったし周りの人たちを見てもそういうふうに非常に思うんですがんに罹患しても、えー、その皆さんが皆さん自身のようにその方もその方自身なんですね なのでテレビや映画のがん患者のイメージで接するのではなくてどうぞ目の前の人その人自身ががんをどういうふうに感じているのかがんとどういうふうに接していこうというふうに思っているのかそれと向き合ってあげていただければというふうに非常に思っていますそしてその人たちが社会生活の中で何を求めてこの先どういうイメージを描いているのかというふうにお話を聞いてあげていただきたいというふうに思っています ガン患者の方自身は、自分で見聞きしたことでガンのイメージ、テレビや映画、社会で作られているガンのイメージに自分からハマっていく必要は一切ないんです。やっぱり自分は自分自身の治療、自分は自分自身の生活、そういった中で生きていく必要があるように感じます。ガンキャリアの方、ご自身の治療経験を心から誇りに思っていただきたいというふうに思っています。私たち一人一人が今、 え生活をしていることっていうのはですね、えー、これ以降増えてほしくはないと思うんですけれども次世代の患者さん立ちに対する本当に立派な,ロールモデルになっていくんですね自身の中さから脱したことっていうのを語ることをどうもなんかこう最近の風潮だともう自慢話かよというようにえ取られがちな世の中ではありますけれども私はどんどん自慢していただきたいなというふうに思っています。やっぱり患者のの皆さんの存在 その経験っていうのはですね、次世代の方たちにとっての立派な希望になるんですね。それをぜひですね、皆さんの、えー、多くの人に共有していただきたいと願ってやみません。それはかけがえのない社会の知見になっていくと私は心から信じています。ごご清聴ありがとうございました